一回早速いきますね。今度はもうトニーが言うように私は喋りますね。何喋るの、これも私頭使わない。補正心理学のあれですよね。そう、補正心理学のあれなんですよね。あ、今始まってた。あの、そう、10月はもう、びっくりした。めっちゃ始まってた、びっくりした。つけたらなんか、あれだ、びっくりした。やってた。じゃあ、大丈夫かな、さっきの。いけますか、トニーの月が見え。箱庭で。大丈夫です。頑張ります。じゃあ、いきますね。はーい。トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ、時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜の夜更かしに聞いてほしいと思い番組をスタートしています。なお、こちらの番組は FM ギノワンの収録放送となっております。収録の様子はツイキャスや YouTube アーカイブなどでお楽しみいただけます。リアルタイムでは車のラジオやご家庭のラジオ、スマホアプリ、リッスンラジオなどにてお楽しみいただけます。公式インスタ、箱庭アンダーバー527、もしくは FM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com にてメッセージやリクエストなどを募集しております。ご自身の好きなタイミングで好きなドリンクとフードを持ち寄って約25分間お付き合いください。トニーとマナミンさん、そしてゲストの癒し空間キラナさん、サニーでお届けしていきます。お願いします。そう、あのね、先週はあの白ダーラとか、あ、五感白ダーラとか、あのこのキラナさんのいろんな話で盛り上がってきたんですけど、そうそう、実はキラナさんもあの個性心理学、私がやってる ISD 個性心理学と似たような個性心理学を学んでて、そう、だからそれの話をしたいねっていう話をしていて。でもノープランなんですよ、本当に。そう。そうなんですね。ノープランで、そう。ISD とは違う。そうですね。別の。はいはい。ものがあるってことですか？そう、なんか計算式が違うので、なんか、この出てくる動物的なものは一緒なんですけど、うん、若干この計算式が違うから、この、なんていうんですか、うん、この、なんだ、着ぐるみとかそういう部分が若干違かったりとか、っていう考え方が違います。でもなんか根本的な、根底的な、うん、あの、他人とこの自分は全然違うから、あの、自己理解とか、うん、他人の理解、は、全然違うよっていうのを、あの、お互い、あの、そうそう、話してるっていう感じです。そうそう。ね、その、まあ、私は、あの、その、なんだろう、みんなで一緒にワイワイ楽しく過ごしていきたいって考えてる、まあ、あの、チームなんですけど、あの、キラナさんそうじゃなくて、キラナさんは自分の直感で、行動していくっていう。そう。で、マナミンさんもマナミンさんで、あの、自分のペースで頑張りたいっていう、うん、だからちょうど3、あ、3分類。3分類、ちょうど3パターンで。ちょうど分かれてるんですか？そうですね。はい、ちょうど分かれてます。これいいバランスです。そうそうそう。あのね、こう人間界の中で、こう全部の種類がいるところで生活するわけだから、うん、確かに自分と同じ人ばっかりのところにいたら、うん、やっぱりこう、毎日生活しにくくなっちゃうので、せっかくだったら、この 3個の分類をお互いに認め合って、それぞれの人のいいところを、あの、伸ばして、あの、それをこう、認め合っていくことで、うん、みんながこう楽しい毎日を過ごせる、ストレスなく過ごせるっていう風にしていくのを目指すのが、このお互いの個性心理学っていう学問の、目指すところなんですよね。ここにはちょっといろいろ、あの、違う話も出てくるかもしれないんだけど、目指すところはもうお互いの個性を認めて、自分の個性も認めて、その上で、あの、一番素晴らしいものをどんどんと増していきましょうねっていうのが目指すところですね。そう。そうなんです。じゃあ、めっちゃ早いかもしれないけど、一回曲流して、
もうちょっと深掘りしていけたらいいなって思います。はい。はい。ちょっと個性心理学っぽい曲。うん、なんだっけ、愛さんの、みんなが英雄。みんながみんな英雄。です。どうぞ。例題出しますか。うん。ね。いいんだね。例題。うん。例題って何がありましたっけ。プレゼント。プレゼント。うん。プレゼント。うんうんうん。そうね。プレゼントかな。うん。花見さん、あれですか。プレゼント。プレゼントで、うん、相手からもらって嬉しいものもあるけど、うん、基本的に何が欲しいか自分で決めたいタイプですか。どっちだろう。そう。でも確か、自分で決めたいかな。コアラが入ってたんですよ。もらえ、なんか、好きなのがもらえたら、うん、まあ、それはそれでいいですけど、うんうんうん、確かに選べるんだったら選びたい。ですよね。だよね。そうそうそう。そう。だからプレゼントはもらうんだったら何が欲しいですかっていうのが一つと、あげるんだったらどういうものあげますかっていうのと二つ聞くと面白いかもしれない。確かに、うん、もう笑えるぐらい答えが違うから。こんな感じか。うん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 。でこんな感じ。コアラさんなんだね。そうそう。あ、でもペガサス入ってんだ。そう、ペガサス入ってるんですよ。うん、同じね、私と。そう。あ、そうなんですか。うん。あ、私ペガサスなんですよ。羽で飛んでっちゃうからすぐ。はい、そう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 。そうなんですよ。本当。うん、飛んでちゃうんで、あら、動いないみたいな。そう、だから多分沖縄飛んできたんですよね。そう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 。あれって思ったらすぐ行く。すぐ行くね。そう。じゃあそろそろ、はい、あれします。はい。はい。じゃあ。みんながみんな英雄。武蔵さんはあれなんですよね、黒ひょう。じゃあ行きますね。はい。はい、お届けした曲は、あいさんのみんなが英雄。はい、みんなが、みんな英雄。らしいです。でした。そう、なんか個性心理学っぽいなと思って持ってきました。はい。はい。あ、なんか、なんかじゃないコメントが来ている。来てますか。はい、武蔵さんですね。はい、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、トニーさん、ゲストのキラナさん、ミキサーのマナミンさん、なんだっけ、はい、おかえりなさい。はじめまして。改めまして、うん、こんにちは、しょい。ラジオ収録放送お疲れ様ですということです。ありがとうございます。そう、なんか3分でいるとね、何したいかってなると、うん、まあ、あの、なんか例題的なやつですよね。はい、そうそうそう、なんかプレゼントものをもらい方、プレゼントもらい方、なんかプレゼントもらうときって自分で決めたい派ですか、それともなんか相手がなんかくれたものにわーって素直に喜べるタイプですか。あ、一応相手からもらえたら、うんうん、それで、まあ、嬉しいんですけど、うん、選べるとしたら選べた方がいいなみたいな感じですね。じゃあもしかしてあれですか、この物よりかは、うん、ギフトカード券とかの方がやっぱ選ぶ、ちょっと嬉しいっていう。最近は確かに。うん、じゃあ、あれですね。もう、スタバのギフト券とか一番嬉しいですよね。ああ、そう。そう。っていうのが、このマネミンさんが持ってる個性の、この、うん、なんだろう、うん。人が答える統計結果みたいな部分があるんですけど、そう。なんか私は、もう、なんだろう。はい、もちろん、まあ、物はあれなんですけど、メッセージカードがあったら一番嬉しいんですよ。そう。だから、なんか、誕生日プレゼントか、とかさより先に、なんかメッセージカードを選びがちな個性です。そうそう。で、キラーナさんは何でした？私はですね、物とかカードとかよりは、
あの包装紙が気になるタイプで、そうどこのそうなんですよ、どこのブランドさんかなっていうのが気になる、うん、チームなんですよ。なのであの中身は何でもいいんですけど、例えば流亡のあの包装紙とか袋に入ってたらちょっと喜ぶみたいな。何だろう、うんうん、そうだよね、そうだね、ここのチームはそうなんです。なのでこの3チームってあのプレゼント論議だけでも全部違う統計ですよこれは。まあ、なので、うん、あのチームだからといって必ずそういう答えが返ってくるわけではないんですけど、うんうん、この3チームってこんだけ答えが違うんだよっていう人たちが世の中にいっぱいいるわけですから、あの全員同じって思ってると、そうあのストレスがたまるっていうのはなんとなくわかりますか、はい、みたいな。なんか多分だから私がいつもこの話するのが、うん、自分がこの鶏のこのなんていうんですか、着ぐるみ着た状態で、うん、何も知らない卵を受け取って子育てしてくださいみたいな、うん、って言われたら、なんかやっぱりどうしていいかわからないから鶏のように育てるんですよ、はい、だからトサカの付け方とかコケコッコの鳴き方とか、うん、でもその卵が仮にペンギンの卵ですよって先に伝えてもらえたら、うん、なんかこのトサカの付け方とかいらないなとか、うん、なんだったらスイミング通わせた方がいいのかなみたいな感じになると思うんですよ。だからそのどんだけそのなんだろう、あのこうしちゃダメああしちゃダメっていうこのなんていうんですか、考えはその、うん、その人のある意味押し付け、悪く言ったら押し付けとか価値観とかそういう言い方になるけど、でもやっぱその子供も子供で自分の自我が芽生えてくると、そうじゃないああじゃないっていうので、やっぱそのなんていうんですか、派閥じゃないけどストレスみたいなのが、それがその種になって ちっちゃいのがね散り積もっていけばドカンってなるみたいな。そうっていうのがあるから、だからその、最初からこの卵が、あの、ペンギンだよって分かったらもっと楽になりませんかっていうのを、あの、個性心理学では伝えていきたいよねっていう感じです。そう。高坊さんがこんばんはって来てる。こんばんは。ありがとうございます。そう。そうそうっていう感じです。そう、やっぱ本当にね、あのみんな個性も様々なんだなっていうところですね。うん、うん、そうなんです。だからあの同じじゃないよを知ってることと、じゃあ自分どうなのっていうのを知ってれば、あのそもそもライブのストレスが、うんうん、あの無駄だったなっていうか、なかったも良かったんじゃないっていうストレスだったよねっていう。うん、そういうこと、そう考えてた、そういうこと、そういうこと、うん、だって自分であげるプレゼントが一番だよってみんな思ってるって思ったら、あとの2つのチームさんは全然違うわけだから、それは3分の2の確率でそれあんまり喜ばれないプレゼントだったかもしれないって思ってれば全然ストレスじゃないし、だったら最初からちょっとどういうものがいいか聞いたらいいわけだから、確かに、そうなんですよ。なのであのそういうふうにうまくコミュニケーションに活用しましょうねっていうのが、うん、あの個性心理学のコミュニケーションツールとしての使い方、うまい使い方なんですよね。そうなんです、うん、そうだから多分考え方的には日本人と中国人的に違うみたいな、そうだから日本なんかこれ誰かにもお話ししたんだよな、日本人は、お会計した後にご飯とか買ったものを食べるんですけど、中国人って、うん、あのまずかったらお金返していいみたいな文化があるらしいので、うん、お金返す、あ、払う前に味見するんですよ。でもそれをだから日本でやられるとそれが非常識みたいな、そうそうっていう感じになるんです、うん、だからそれくらいこの国の文化が違うっていうくらい、なんか人が持ってる個性って全然違うから、うん、そのなんだろう、その人が当たり前だと思ってこやってることが実はその人にとっては当たり前じゃないよねみたいな、あ、そうそうっていう、ね、じゃ自分のおなんていうんですか、自分のこの価値観とかで、あ、そう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 、バッて生きてると、うんうん、そうなんです、そうなんです、そう、そうなんですよってことです、ね、そうなんです、であのこれもねなんかね一応あのここは中国って言われてるんですけど、もともとの統計のところは東洋哲学ですよね、そうですね、そうそう、うん、なのでの 何億人とかのこうデータの統計学だ
から、なのでハマんない人ももちろんいるんだけど、このこれは誕生日ベースなんですけど、誕生日で生まれた人にとってはこういう要素がよく出るよって言われてるのを知っておくと、無駄なストレスを感じなくていいよねっていう勉強方法なんですよ。なのでこうやって今ちょっとプレゼントのワークっていうのをやったんですけど、お題を一つこう出してで大好きな言葉、すぐ言ってしまう言葉シリーズとかも結構面白いんですよ。やっぱそこで個性があって、そうなんです。こうチームごとに大好きな言葉あるので、それ言ったら面白いし。エマさんからコメントが来ている。自分の常識は他人には非常識。そう、そうなんですよ。そうなんです。だから、なんだろう、相手のことを思って、実はやってたことが相手にとっては、いらないことだったり、それがだから、相手のためにやったことが相手にとってはなんかおせっかい、みたいな。で、それが、なんだろう、うまく伝わってなかったら、トラブルの元になりやすい。そう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 。で、でも、決めつけの学問じゃなくて、さっきね、キラナさんが言ってくれたのは、誕生日ベースで、誕生日ベースで性格っていうのは3割なんですけど、環境が6割占めてるので、この環境でどうしても、性格っていうのが形成されやすい。そうそう。だから、簡単に言ったら、犯罪者とか引きこもりとかはどの個性にもいるし、そう、ケチな人もどの個性にもいるよ、みたいな。で、環境とかで、そう。生まれてくるものとか、形成されるそう、もの。で、そう。で、やっぱ、例えばなんですけど、常識に外れないみたいな個性もあるんですけど、その常識っていうのも、やっぱ範囲内というか、だから、約束を守らないとか、そういう常識。だから、自分の中で思ってる常識とはまた違う常識が出てくるから、語彙力がすっごい増えますよね。そう、だから例えば頑固っていう、このマイナスな面も、この ISD 個性心理学とか、このキラナさんがやってる個性心理学のやつはプラスに変えるっていうのをいつもやってるんですけど、この頑固っていう言葉も自分が決めたことは最後までやるとか責任感があるっていう、このプラスに変えることができるよっていう、そう、学問なんです。すっごい面白いですよ。でも自分を知るってすごい大事かもしれないですよね。自分とかもあと他人に、そうところで、そのきっかけに、ね、なれば楽しいですよね。で、今はなんていうかな、子育てベースで話したんですけど、ビジネスでもめっちゃ使えて、この私みたいなグループが多かったら、上の人が私みたいな人だったら、ミーティングがめっちゃ長いんですよ。そう、会議が多いとか。そうそう。だけど、まなみんさんみたいな人がいたら、タイムスケジュールは分刻みで、みたいな。もうこの収録終わったら次、みたいな。っていう感じ。そう。で、キラナさんみたいな、人がトップに立つんだったら、目指すんだったら、もう、超一流になってやる、みたいな。そう。だから考え方が全然違うんですよね。面白いですね。この3タイプ、そう。今日ここに揃ったっていうのが。そうなんです。面白い。よく、いいバランスでしたね。とてもいいバランス。そう、めっちゃいいバランスでした。そう。エマさんめっちゃコメントくれるけど、生年月日くれたら、やったけどな、あと7分しかない。そう、もしよければ、イベントとかでも、やってるので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです。私のインスタも後で貼っときます。キララさんでも、あれもまたできるんですか、できます、できます。私、なんていうのかな、なるべくこうストレスを感じないように、社会生活するためのコミュニケーションツールっていうので話していくので、
個性がこうですよって説明よりは、うん、こう今やったワークみたいな、そう、3人で、平野さんはそういうのが得意って言ってました。そうです、そうです。3人で、こんだけ違うよねっていうことに気づいていくような形を、うん、取って、お話ししていくのが好きなタイプですね。うん、はい。それで自分に気づきましょうっていうことかな。うん、はい。そう。だから、でも学んでみて、なんか一番この、なんていうんですか、事例みたいなのあります？うん、っていうよりは自分に気づきましたね。私はすごいきっちりした性格の人で、何十年も、ちゃんと、社会生活を真面目に、こう、朝8時から夜の何時まで きっちりやってみたいな、できてる人と思ってたけど、実は、気分屋さんで、乗ってない気分の時は仕事したくないし、みたいな、そういう人だったってことに最近気がつきました。そうなんですよ。だから、実は、きっちりやってた時、本当はどこかにストレスが溜まっていたのかもしれないねっていうことに気づくんですよね。今は、もう自由にさせてもらっているので、逆にストレスが少ない生活をさせてもらっているっていうことになりましたね。確かに。わかるなぁ。なんかでも私も一個そう、しょっちゅうんですけど、家の鍵を、持ち歩かなくて。そう。家の鍵持ち歩かなくて、実家にその自分の一人暮らしの家の鍵を置いて帰るみたいな。で、車がないから、タクシーでなんかめっちゃ移動して、それがめっちゃある意味ストレスっていうか、多分他人から見たらバカなんですけど、うん、そうそう。だからそれを、なんだろう。それをダメって自分でその否定するんじゃなくて、あ、もうこれも個性だなって思って、もうスマートキー、スマホで鍵が開けれるように、そう工夫しました。もうそれを私は今一番伝えたいことです。そう、個性で書かれてることが、これがマイナスかもしれないけど、それを、なんだろう、対策することで、そう、カバーできるよっていう感じです。そうそうそう。お、エマさんが、私の会社は社員が楽しく自由に仕事ができる環境づくりがもっとし、うん、そう、だからそういうのも、会社でね、導入してくれたら、すっごい楽だなぁ、みたいな。なんか、航空会社とかね、なんだっけ、保険会社とかでは、結構、この、個性心理学を使って、導入している企業さんが多い。はい、多いです。そうそうそう。なので、もしよかったら、皆さんも、受けに来てください、ね、うん。もうめっちゃ面白いので。はぁ、そうか。キラナさんもやってる、分析は受けれるんですか？受けれますよ。ご要望あれば、おしゃべりすることは全然大丈夫だし、確かに。うん、例えば家族の、ね、生年月日って皆さん分かってると思うから、かそれをこう伺って、その分類するだけでも、うん、もし3分類揃えば、これだけを一つのことに対して違う反応が出るんだっていうことが、うん、やっぱりもう一目瞭然なので、うん、そうすると、家族って一番こう自分のわがまま出やすいね、環境になるから、うん、そこで話がいつも通じないって思ってた、例えばお父さんとすごい仲良くなるこうきっかけになったりするかもしれないので、うん、もうそれは何でもうまく使っていただくっていうのがもうこれのいいところと思っています。はい、ありがとうございます。はい、という感じで2週連続でキラナさんをお迎えしましたが、どうでした？楽しかったすごい楽しかった、ありがとうございます。まさかね、このノリ、そう、多分一昨日ぐらいに出るっつって、うん、あ、出るみたいな、うん、あ、そうなんですか、はい、そうなんです、そう、急遽、そう、このでもその急遽も対応できる個性っていうのを知ってたから、そのそう。そういうのもある、ね、あるんですよ。これね、計画的じゃないと、できない個性の方のチームもあります。そうそうそう。うん、あります、あります。逆パターンだと、あれです。前々回出てもらった、はじちさんがそのパターンです。そう。はじちさんは多分計画的に、そうそう、ちょっと慎重なタイプだから、そうそう。そうなんです、事前に、お願いしたら、一級みたいな。まあ、でも、多分、はじちさん、ライン入ってるので、うん、楽しそうって思ったら一気に行動します。番組が始まる。あ、そうです。すごいね。本当にもうすごいなと思って。楽しいです。そうそう。っていう感じで。面白い。そう。なので、ぜひ、
あの、FM 技能案の、あの、スタッフも一回全員やってみたらめっちゃ面白いと思うんですよ。ちょっと私、まずやってみます。ですね。ぜひぜひ、お待ちしております。ということで、今週もこの辺で、終わりたいと思います。はい、何か一言ありますか？本当に楽しかったので、またぜひお邪魔させてもらえたらと思います。で、私、愛知と沖縄行ったり来たりしてますけど、絶対聞きますね、これから、ね。FM 技能はね。はい。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。ということで、この時間は、タニーと、癒し空間キラナでした。まなみんさん3人でお送りいたしました。また来週もお待ちしております。ありがとうございました。ちなみに FM 技能案、FM 技能案で番組やってる人とかリスナーさんとか結構愛知県多いんですよ。本当、そうなんですか。なんかお疲れ様です。向こうは向こうで集まったりするくらい。あ、本当ですか。はい、なんか仲間そういうのあったらぜひ出てください。はい、本当浦添チームもやりましょう。ぜひぜひ。すっきり。ありがとうございます。じゃあ追加終わります、ね。エマさん北海道。北海道。ありがとうございます。ぜひ仲良くしてください。